トマス・クランマーは、カンタベリー大司教。イングランドの宗教改革の指導者であり、殉教者。ケンブリッジ大学教授であったトマス・クランマーは、ヘンリー・パッセイの離婚問題について、国王ヘンリー・パッセイに、そもそもキャサリンとの結婚は無効であったと進言し、キャサリンとの離婚とアンブーリンとの再婚を承認した。そのため、ヘンリー・パッセイと共にクレメンス7世に破門された。 その後大司教をウィリアム・ウォーアムが1532年に死去し、ヘンリー・パッセイはその後継者を探し始めた。国王の右腕だったトマス・クロムウェルは当時、ケンブリッジ大学の教授だったトマス・クランマーを就任させるべきだと進言し、その翌年クランマーはカンタベリー大司教に就任した。1548年に成功回帰登場を完成させた。ちなみに、 ユートピアの著者として知られるトマス・モアは、国王の離婚を痛烈に批判し、この時期に処刑されている。次のエドワード6世もイングランド国教会を全面的に推奨した。エドワード6世の知性が始まると、クランマーはさらに積極的に宗教改革を推し進めた。ところが、メアリー一世が即位すると、女王はイングランドをカトリックの国家にするという意思を表明。 国教会は苦境に立たされた。メアリーはプロテスタントを迫害し、女性子供を含む約300人を処刑したため、ブラッディメアリーと呼ばれた。プロテスタントの協約者たちは片っ端から逮捕され、クランマーもその例外ではなかった。最後までローマカトリックへの復帰を拒否したクランマーに対し、女王は処刑命令を出し、1556年3月21日に、 彼は、オックスフォードで日破りにされた。処刑されたプロテスタントの殉教者の中には、ヒューラ・ティマー、ニコラス・リドリーらがいる。ありがとうございます。